東京市場駅は東京都中央区築地にあった日本国有鉄道の貨物駅。汐止め駅から分岐していた東海道本線の貨物支線の終点だった。電報略号は都市。汐止め駅の貨物ホームの脇から分岐していた全長 1.1km 単線の貨物支線の終点にあった地上駅。1935年の築地市場の会場の同日に開業した。 東京都中央卸売市場付き地市場の改修に並行して大きなカーブを描いて線路が付設されていた。市場の線路脇は貨車から直接に卸しができるようにプラットホームのような構造になっており貨車から卸したその場で競りが行われていた。また一度にワム換算で40両の貨車から2役作業が可能だった。取り扱い品は水産物、 青果物などの生鮮食品で市場を発着するものを専門に取り扱っていた。また、1966年10月1日のダイヤ改正からは、新開発された高速運転対応冷蔵車のレサ1万、経過車を使用、九州、中国地方を発駅とする特急貨物専業貨物列車、飛びおや、北海道、三陸地方を発駅とする専魚貨物列車、 通りの運行が開始されたその後、トラックの普及や高速道路網の整備などのため、取扱い量が減少。1984年に駅としては廃止され、設備は、塩止め駅構内扱いとなる。その3年後の1987年1月31日で10,553県員の列車を最後に、築地市場の鉄道輸送は終了した。 はまり9枚踏切警報機線路は撤去されたものの、場内のプラットフォーム等の設備は、卸売場の一部として残り、2018年の築地市場平場までそのまま利用された。また、貨物支線の跡地は道路に転用され、都道316号との交点にあった、はまり9枚踏切の警報機部分が、モーニュメントとして、現在も同地に残されている。一方、 首都高速と新環状線をまたいでいた橋梁は撤去され、同じ場所に新尾割橋という道路橋が改めて仮設されている。ありがとうございます。